はい、SF でーす。いやー、まあ、さっきはね、一本動画撮りましたけど、まあ、寝起きでね、まあ、髪の毛もね、顔もえらいこっちゃなってましたけど、まあ、誰もね、まあ、この動画を直接見とる人はいないでしょうから、聞いとる人はいるかもしれないですけど、まあ、さっぱりしましたわ。旅からね戻ってきてそのまま寝ちゃったんで顔面がぐしゃぐしゃでしたけどね。まあどこまで話したかな。九州国立博物館まで行ったよっていうところまで、さっきの1本目でね動画を収めましたんで、続きですけど、まあ九州国立博物館はすごい良かったんですよ。その国宝とかね、その国立っていうだけあって、その重要文化財とかたくさん置いてあって、あんまりね、逆にこっちの地区であんだけクオリティの高い博物館がないっていうかね、その歴史上重要ななんか資料とかさ、その教科書の歴史の教科書で自分が見とったものが置いてあったっていうかね、鎌倉の元寇の時の鉄ハウね、鉄砲とはまた別でね、爆弾みたいなやつやけど、壺の中に火薬詰めましたみたいな鉄ハウとかね。であとはまあ歴史をこう追って、九州って歴史古いですからね、邪馬台国とか あっちがあったのかなかったのかって話もありますけど、ああいう縄文のところからスタートして順序立てて歴史の資料が置いてあるってねパターンなんですけど、で何が置いてあったかな、まあそんな感じで、まあね、何が置いてあったかな、まあいろいろ置いてありましたわ。ネタバレになっちゃうとねあまり良くないんで。で一番すごかったのは嫁入り道具とかさ、化粧箱とかさ、金沢が作るようなその漆を使ってその絵柄をね、昔の女の人が使う化粧箱とかの細工がしてある箱とかね、あれが置いてあったんですけど、国宝のやつがね。だから国立っていうだけでその資料を貸し借りできるんでしょうね、その国同士の博物館同士でね、国立ですからね、国が運営してますから、なんかそういう展示物が置いてあって、まあ、そういうのを見ることがたくさんね見ることができて、でやっぱ一番ね、その日の一番すごかったのがその化粧箱とかなんですよ。切り箱とか金細工がしたね。でそれをさ、今同じ技術で漆を塗って金箔貼ってできるかっていうと、多分まあ金沢やったらその伝統文化が残っとってその似たものを作っとるんでしょうけど、同じもの作れるかっていうと多分作れるんじゃないかなってのを思ったんですよね。その漆塗って金箔貼って細工してっていうのを、まあ、工程としては多分残ってるんでしょうけど、仕事のそのなんか細やかさっていうかね、まあ、これ見んとは多分分からんとは思うんですよ。同じクオリティで再現できるかっていうと、その絵柄をコピーして貼るとかなら多分できるんでしょうけど、一人の職人が手でねやっとるとかっていうと、コストとかの面も考えて多分もうロストテクノロジーか、もう技術が残ってないっていうかね、同じもんもう作れんっていう風やとは思いますけど、まあなかなかね、圧倒されたっていうかね、展示物に。んで九州国立博物館はお腹いっぱいになりましたね、もう見ただけでね。
で太宰府のお土産屋さんはなんかみんなおまんじゅうみたいなの食べとってね、あれが何がまんじゅうっていうのが読み方がわからんくて、なんていうお土産のまんじゅうなんやろか、梅がまんじゅうかなんかわかんないけど、食べ歩きしとってなんかこっちで言う赤福餅みたいな感じかな、1個買って食べてね、あんこが入ったおまんじゅうなんですけど、まあそれ食べて、みんな食べ歩きしとるからねそれ買って、んでそっからもまた太宰府から電車あるんですけど、 JR 線じゃないんで JR まで歩いてね、まあ遠かったっすね。 JR 駅は2駅分離れてるんで、んで当初の予定通り、こっからなんですよ話の本題は。ハウステンボスの方に行こうかなと、長崎の方に行こうかなっていう風に思ってたんで、朝一にね、海外のホテルの予約アプリで取ったんですよ。初日と同じ要領で、その一番値段安いところで、まあ探してね、まあホテル取れば普通のホテルが取れるという風で思っとったら、結局現地に着いてみてホテルがないんですよね。途中まで話しましたけど、そのマップとかはあるんで、開いてもその住所の場所にホテルなんてものが存在してなくて困っちゃって、で携帯のバッテリーも 9% で、だから太宰府に出たのが18時ぐらいかな。んでそのホテルの場所着いたのが21時半ぐらい。んでまあ10時ぐらいまでにチェックインなんで、そういう時間の迫りと携帯のバッテリーが 9% で、現地の場所に着いてももう真っ暗で、んでホテルないし、携帯のもうバッテリー上がるし、かなり焦りましたね。それがまあ何やったかっていうと、ゲストハウスやったんですよ。とりあえず電話かけて、その携帯で残りの電池心配しながらね、そんで おっちゃんが出てきて、で「あ助かったわ」と、その電話かけたらコンビニに迎えに来てくれて、歩いて、で途中までね、話しましたけど、電車の都合でね、待ち時間で話しましたけど、ちょっと待って、路上撮影はね、一般の人が見とるでね、話しづらいんですよね、ちょっと見られちゃうね。どこで話したかな、おっちゃんに出会ったところか、お前女かって言われて、でどういうことかなと思ったんですけど、その髪の毛がね長いければまあ女みたいなね思い込んでる人もおるから、まあそういう体で聞かれたのかなとは思ったんですよ。でまあ普通にか男なんで男やって言って、まあなんでそんなこと聞くんかなっていう。で要はゲストハウスやったんですよね、そこで。そこは今日は女性メインにしとるって言われて、うわーと思って、んでホテルの予約取った時にね、女性用ベッドっていう風になったんですよ、勝手にね。で切り替えの あのアイコンっていうか、ベッドのサイズが小さいんかなとも思ったんですけど、
そういうことかなと思って、ベッドが女性用で小さいから料金が安いんかなとかって思って、でそしたらゲストハウスやもんで女の子んただけの日にしとるとかって言われて、でうわっと思ったんですけど、まあとりあえずどうにもならんからちょっとまあお願いしてね泊まれんかみたいなところで中入ったんですよ、ゲストハウスの中で。携帯の最悪泊まれんでもそのちょっと充電携帯でコンセント借りてね、他のホテル取れるならもう出てくでっていう風で、まあねゲストハウスの中上がったんですよ。そしたらさ、あのゲストハウスってイメージで言うとそのある程度ね個室でなんか普通のさ寮っていうかそんなようなイメージでおったんやけど、そのゲストハウスって言ったらその横文字でさなんかそういうイメージじゃないですか、あのデザインがそのかっこいいっていうか響きがね、いやいやいやっていうか自分がね格安で取ったホテルはそういうなんか写真の看板だけ写しとってさ、壁にさ入り口にそこのホテルの外観じゃなくて看板だけ写しとったもんで、予約アプリで取っちゃったんですけど、予約を入れちゃったんですけど、そのアパートの一室用、要は普通の住宅の普通の住宅のアパートが住むところに男性が一人住んどって、リビングでね、んで空き部屋があるじゃん、そのマンションを買ったらさ 2LDK とか 3LDK とかさあんな感じで部屋買うじゃないですか、その空き室をゲストハウスにしとるっていうことなんですよ。だから要は同じアパートで住むみたいな感じ。ほんでねこんなとこそれで2段ベッドでしょ、だから住めんと思って、んで布団もねゲストハウスといえど一応シーツが白くてさ、まあビジネスホテルならそうですけど白いシーツが敷いてあって、んでちゃんとホテルの部屋ですよっていう個室がもらえるみたいな感じやと思うんですけど、まあね普通の布団なんていうの、毛布もなんかちょっと薄汚れた感じでシーツなんかなくて布団があるみたいな感じだから、ドヤと一緒、西成とかのね布団がペラペラの布団があるとかって言うじゃないですか動画で、あんな感じですよ。アパートの何 LDK とかの一室に2段ベッドが置いてあって、リビングに普通にそこので大家がリビングでこたつがあってこたつがあってやにそこにおって、んで、まあ、ゲストハウスなんで招き入れてで一泊させて料金取るっていう風やもんで、友達ん家に泊まりに来たみたいな感じ。でも友達ん家ならまだね顔見知り同士で仲いいでいいですけど、個室ももらえんし布団も普通の布団やし、シーツもないね布団やし、でコロナ流行ってるところで違う人間と二段ベッドで寝るんでしょう。これは俺には無理っていうか普通の人も無理やと思うけど、まあゲストハウス使う人はどういう感じで使うんですかね。まあランクもあると思うんで、ちゃんとコテージとかで区切ってあるホテルもあると思うんですけど、ゲストハウスってのもいろんな種類があると思うんで、まあね無理やと思って、さすがにね俺もあんまり文句言うことないんやけど、さすがにちょっと無理やと思って、でその無理って言って、でどうにかならんって言ったら、そのアプリの方で問い合わせてキャンセルしろって言われて、でその海外のホテルの予約アプリなんですよ。だから日本の俺が好きなゆこゆこさんやったら24時間オペレータースタッフがおって
なんか旅のトラブルがね万が一あったらオペレーターにつないだらなんかホテルの代わりも見つかるしキャンセルもなんとかなるしこっちのそのさ状況を聞いて柔軟に対応してくれると思うんですよね日本の企業ってその自動車保険にしろ何にしろその一応その利用者とか消費者側の目線に立ってオペレートしてくれるっていうかさ助けてくれるっていうかそのためのホテル料金なんですけど自分のね使ったその格安ホテルの予約アプリはね予約サイトはもう取るときは便利なんですよねそのやっぱり契約店舗が多いのか探しやすいっていうかね使いやすかったんですけど万が一トラブルが起きたときにその問い合わせができんっていうかさメールしか電話もオペレーションがつながらんしょ外資系企業なんでねんで緊急時の電話がつながらんしメールでやり取りしても英語で返ってくるしさ英語で返ってくるっていうかなんかアプリの流れに沿ってなんかキャンセルできるんかできんかわからんけど結局その要はゲストハウスの料金をドブに捨てたっていうかね泊まれずにで泊まれんだけならいいんすけどホテルがなくなっちゃって佐世保まで来とったんですよそこの場所がね佐世保からで夜は真っ暗やし体はヘロヘロやしね、漫画喫茶で泊まるっていう体もあるんですけど翌日も旅行するんでシャワーも浴びれんしょう漫画喫茶じゃ漫画が大抵置いてあるだけなんでねシャワー付きの漫画喫茶って少ないんでで布団で横にもなれんし、って思うとちょっと漫画喫茶もきついっていうか体がね疲れた状況でまあ、唯一救いは一人旅やったっていうことね旅の失敗をその自分が困るだけやったっていうかさ他人を巻き込まんかったとか家族連れてここまで来てホテルの予約がゲストハウスでこんなとこにはちょっとねさすがにランク的に止めさせれんでしょう家族でゲストハウスって俺の泊まるマンションの一室っていうかさあの普通の賃貸住宅賃貸っていうかアパートねアパートの一室でなんてそれはちょっと無理やもんでってなった時に自分のその物事を知らんかったゆえのこれ失敗っていうかトラブルねそういう時にさ巻き込まんくてよかったなっていうのとまあこういう失敗が起きたとしてももっと若いうちにやっとけばさ自分がその世帯をもし持っとったらさその俺は持ってないけどね違う人の例えですけどその柔軟に対応したっていうかこんなミスが起きんかったやろうなっていうふうにも思ったんで物事は早いうちにねいろいろ経験しとる方が何よりもいいとは思いましたけどで路上で携帯 9% で良かったことは携帯と俺タブレット持っとったんですよタブレットは電波繋がってないんですけどで携帯のバッテリー上がっちゃってこれは困ったなと思ったんですけどとりあえずコンビニに行ってでタブレットで無料 Wi-Fi 繋いでで漫画喫茶の場所とスポーツジムに行けばねシャワー室借りれるんでスポーツジムの場所を調べてで迷ったんですよスポーツジムでシャワー浴びてで漫画喫茶で寝ようかなとも思ったんですけど旅の疲れでもこれ以上ちょっと歩けることもちょっと不可能で日も落ちれば当然寒いんでねまあこれはあかんと思ってたまたま佐世保だったんで他にホテルが何店舗かあったんですよだからホテルに飛び込みで空き部屋あるっていう風に確認してホテル取れたんですけどまあそれが佐世保なんでよかったなと思って
佐世保じゃっていう地域でさ、あのビジネスホテルがあるエリアだったでよかったんですけど、ないエリアでこれやらかしとったら本当にねホームレス化しとったなと思って、自分のその確認不足っていうかね。でホテルのその予約アプリの時も口コミとか見とらんし、実際後から調べたんですよ、そのゲストハウスこんなところで泊まるやつおるんかと思ったら、やっぱ口コミなんかないし、よく調べなあかんっていうことと、その格安ホテルなら何でもビジネスホテルやと思い込んどった俺の失敗、だからやばかったね。2日目の夜が一番やばかった。でもたまたまビジネスホテルで空き部屋開けてもらってシングルで泊まれたんで、まあそこでもちょっと料金高かったんですけどね、それでもホームレス化するよりよっぽど良かったっていうか、徐々にねそうやって出費を増やしていっちゃったっていうのは旅の失敗でしたね。でも良かったことは携帯とタブレットを2個持っとったこと、携帯のバッテリー上がってしまった時でも補助としてタブレットが残っとったんでね。だからなんか失敗の中にもちょっとずつなんか救いがあったっていうところは、運が良かったなと思ってますね。その佐世保でホテルがあるか他の環境やったなっていうところでね。あとは、まあ、一人で旅をしたっていうところが救いになったっていうか、悪い意味ではね寂しいとかっていう意味もあるかもしれないですけど、その旅の失敗でさ、あの一緒に連れとる人とか家族を巻き込まんでよかったなっていうのは本当にあったんで、なんかね安い安いっていう風で動いちゃった結果旅の失敗につながったってとこもあるんでね、まあ、当然家族で泊まるとかだったらもうちょっとねリゾートホテルとかグレードの高いホテルとか GoTo キャンペーンだったらそのもうちょっと 35% オフでいいホテル取ってるっていう流れもあると思うんで、こんな失敗が他の人が起こすとは思えないですけど、まあね経験がないがゆえの失敗をしてしまったよっていうことで、とりあえず話は長くなりましたがありがとうございました。